少女は鳥を引きつけるフェロモンを持っていたものですから、少女の周りにはいつも鳥がいました。チチチチ、ピー、チチチチ、ピー。鳥は少女に友愛の声をかけようと鳴きます。鳥さん、鳥さん、今日も元気ね。少女は鳥を一羽すくい上げ、秘密の園へと連れて行きます。他の鳥たちもついていこうとしますが、少女が一言、ダメよと言うと、鳥たちはその場で足踏みをしだして、それ以上ついてくることはありませんでした。そのは、厚い草たちの壁で囲まれた、丸い丸いカゴでした。少女はいつものようにニコニコと、鳥は初めて訪れた園の魅惑の香りに、うっとりと意識を薄くしました。鳥さん、静かにしていてね。何があっても静かにしていてね。鳥は心の中でうなずきます。もう体を使う元気はありません。心地の良い脱力に身を取られてしまっているからです。一つ軽く息を吐いた少女は、じっとり、じっとりと、鳥の息を止めます。鳥は、自身の命が終わるその様子を知ることもなく、亡くなりました。少女はその鳥を黒い袋に入れ、園から出て、そのまま市場へと向かいます。鳥たちに気づかれないように、こっそり、こっそりと、市場へ着いた少女は料理屋へと向かい、その店の裏口を4回ノックします。店主さん、店主さん、物を届けに参りましたよ。すると、裏口のドアが開いて、大きく毛むくじゃらの熊のような男が出てきました。今日も変な鳥を持ってきたのかね。少女は答えます。はい。売れるからいいがね。少し気をつけな。やつらは意外と鼻が利く。ええ、ちょっと待っといてくれ。店主は少女の持っていた袋を受け取り、店の中へ一度戻っていきました。そうしてまたドアを開けると、その手にはキラキラとした袋を持っていました。ありがとうございます。店主は無言で差し出し、少女はニコニコと笑いながらそれを受け取ります。店主は店の中へ、少女は自身の家へと帰っていきました。少女は家の中でキラキラとした袋を開けます。そこにはキラキラとしたご飯がたくさん、キラキラとしたお菓子もたくさん、キラキラとしたお金もいくつか。少女はそうして鳥を殺し、良き日々の生活を送っていたのです。そうした生活を送っていたある日のことです。少女の周りに集まってくる鳥の中に一羽、フェロモンと鼻の利かない鳥がいました。その鳥は、なぜ皆がその少女に集まるのか、最初はよくわかりませんでしたが、周りの鳥たちにそのことを聞くと、とても良い匂いがするんだというので、なるほどと思いました。少女が鳥を一羽すくい上げ、そのに連れて行きます。フェロモンと鼻の利かない鳥は、また周りの鳥に質問をします。あの鳥と人間はどこに行くのか。きっと、とてもいい場所だよ。みんな帰ってこないんだから。フェロモンと鼻の利かない鳥はおかしいと考えたので、こっそりとその後をついていくことにしました。周りの鳥たちは頑張って止めようとしましたが、フェロモンと鼻の利かない鳥は聞こうとせず、静かに後を追います。すると、他の鳥たちもずるいずるいとついてくるのです。
皆そのが気になるようでした。そのに着く頃、鳥たちは皆意識が少しずつ薄くなるのを感じました。鼻の効かない鳥は他の鳥たちよりは平気でしたので、香りに何かあるのかと思い、自身と何羽かの鳥に腹の中のものを無理やり吐かせたり、糞尿をさせたりなどして匂いをごまかそうとしました。そうしていますと、少女に連れられた一羽も匂いで意識の薄まりを防ぐことができましたので、少女はいつもと少し様子の違う鳥を不思議に思ったりなどしました。鳥たちは苦しみながら、こっそりこっそり少女と連れて行かれた一羽を見ます。するとどういうことでしょう。少女が鳥を殺そうとしているではありませんか。鳥たちは皆理解しました。少女が自分たちの仲間を殺していたこと、仲間は良い場所に連れて行かれたというわけではないこと、この少女は自分たちにとってとても危険な存在であるということ、殺されそうになった鳥は苦しみ叫びます。少女はその声に慌て鳥を急いで殺そうとします。ついてきた鳥たちは一斉に少女に襲いかかります。それはもうひどいものでした。羽は舞い、いろいろな叫び声がぐちゃぐちゃに絡まり、そのの自然は悲しさから空気を湿らせます。そんな時間が何時間も何時間も続きました。やがていろいろな音が静まる頃、鳥たちの小さな声が歌を歌い始めます。少女は死にました。そのの中心には少女の汚らしい骨だけが転がっています。鳥たちは歌います。それは少女に向けた弔いの歌ではなく、その少女に殺された鳥たちへ向けての弔いと感謝の歌でした。さようなら、私たちの食料。